ネット代安くしたい。だったらこれでしょう。というわけでですね、まあ、今回こちらのハッピー Wi-Fi さんがですね、ただいま、セール中ということで、このね Wi-Fi ルーターのレンタルサービスの、お得なね、情報をお話ししたいと思います。はい、こちらね、ハッピー Wi-Fi の Wi-Fi ルーターセットっていうのはね、どういうサービスなのかと言いますと、皆さんね、お近くの家電量販店でこういうその Wi-Fi ルーターとかね、やってるかと思うんですけれども、実はですね、金額なんかも初月だけ安かったり、あとはそのキャッシュバックとか、あとはパソコンをプレゼントするよっていうのはね、あったりするんですけども、実は安いのは最初の月だけで、2、3ヶ月経つとね、値段が上がっちゃうとか、その他にもね、契約期間の縛りがあったりするんですね。それがね、やっぱり2年とか3年とか、かなり長期なんですよ。で、なおかつですね、そのね、契約期間中に解約するとね、違約金が取られちゃう。しかもですね、この2年3年、契約するんですけどもね、これね、自動更新になっちゃうんですよ。例えば2年経った後、その翌月の1ヶ月だけが契約解除期間。でもこの契約解除期間を過ぎると、また2年間の縛りが発生するというものにね、実はなってるんですよ。はい。ところがね、こちらのハッピー Wi-Fi は、月単位の契約になります。だから1ヶ月使って、もうやめたって言ったら、違約金なしでね、解約することができるんですよ。この辺がね、レンタル Wi-Fi のメリットではないかなと思います。その他にもですね、データ容量がでかいんですよ。場合によっちゃね、5ギガとか7ギガとか、そんなね、ちっちゃな容量で速度制限がかかったり、3日、例えば10ギガ制限とか、その容量を過ぎると速度が遅くなっちゃうとかっていうね、制限があるんですけども、このハッピー Wi-Fi にはね、そういう制限がありません。で、しかも大容量。一応今やってるのは、100ギガバイトと300ギガバイトですよ。この容量、100メガじゃないよ、300メガじゃないよ、100ギガです。それと300ギガ。この2つをね、展開しております。この容量がどれぐらいのものかって言ったらね、まず、ほとんどの人は100ギガで余裕で足ります。はい。例えば普段、動画見るとか、あとはネットをするとか、ゲームするとか、それくらいの使い方であれば、大体100ギガで足ります。はい。それで足りない人はね、300ギガを契約するんですけど、300ギガ使うってね、どういうことかというと、はい。私ですね、もう本当ね、毎日動画投稿をしている YouTuber でございますが、動画のやり取り、データをダウンロードしたり、アップロードしたり、こういうことをやりますけれどもね、かなりヘビーにやっても300ギガ到底届かない。無理。Google フォトなんかでもね、動画撮ったやつをバンバンそのクラウド上に上げるんですけども、それやったとしてもね、到底300ギガっていうのはいかないです。もうスマホとかタブレットとかもね、10台ぐらいあるんだけども、そいつのその何て言うんだろう、アプリのアップデートとかもやってもね、全然300ギガあれば事足りる。かなりヘビーなユーザーであれば300ギガバイトをチョイスされればいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。で、今回ね、動画説明欄にリンクを貼っておきますけども、サトチューンチャンネルのね、特設ページ、ここにね、アクセスしていただければ、最新の価格とね、クーポンコードを用意しております。これが大事。必ずクーポンコード使ってね、クーポンコードを使わないと割引が適用されませんから、金額の方もね、こちらのページの方に書いてありますから、いくらなのかね、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。はい。現在ね、このね、ルーターのセットプラン、100ギガと300ギガバイト。それから、SIM だけレンタルの100ギガが今セール中になってますので、そちらね、契約したい方、この機会に、確認してみてはいかがでしょうか。はい。でですね、今回の動画、このね、お知らせだけではね、ちょっと物足りないなということで、今回は、はい、こちら。ハッピー Wi-Fi さんのね、100ギガ、300ギガプランの、ルーター。これ、富士ソフトの FS030W っていうやつなんですけれども、これ僕も実際今使っております。はい。このルーターちゃんね、何がすごいかって言ったらね、電池持ちの凄さ。これがね、やっぱりびっくりしますね。
まあ、常時使っても、おそらく、8時間ぐらいは持つかなと思うんだけども、まあ、つけっぱなしじゃなくてね、まあ、時々使うよ、って言ったら、やっぱりね、翌日でもまだバッテリーが残ってんですね。まあ、これだけ長持ちする Wi-Fi ルーター、僕もね、かつて使ったことがなくてね、この電池持ちの良さは、もう、すんげえおすすめできるものだと思います。はい。それとね、もう一つ、通信速度。これ結構速いんじゃないのかなと思って。で、この FS030W、このルーターを通信速度を速くして使う裏技。これをね、ちょっとご紹介したいと思います。これ僕見つけたんですよ。でね、この裏技テクニックっていうのは、例えばね、難しい設定とかね、そういったのは一切いらないんですよ。何かこうパソコンにつながってるとかね、あと中でなんかこう設定をカチャカチャ書いてるとか、そんな難しいことは一切いりません。これね、誰でもできる。簡単なことですから、ぜひですね、このルーター使ってる方はね、ちょっと真似してみてください。それではね、実際どんな風に使うのか、やってみましょう。はい、ただいまですね、部屋の奥まった場所に来てるんですけども、このね、Wi-Fi ルーターを、まあ、床に置いてですね、はい、こちら、ASUS の Zenfone Max M2 ね、ちょっとまあ、懸案のスマホですけどもね、はい、まあ、こちらとですね、Wi-Fi つなぎます。はい。まあ、こんな感じで今ね、見えるかな。FS030W がつながってます。ちょっとピント合わないけど、はい。これつながってるね。はい。つながってますよ、ということで、これで速度チェックしてみますね。いつもの大倉のスピードテストでちょっと実験しましょう。はい。まあ、サーバーの検索やってますね。まあまあ、ソフトバンクね。はい。じゃあ、スタートボタン押しますよ。せーの、ドン。接続中、イエーイ。さあ、どれくらいの速度が出るかな。はい。ピン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 、テンテケテンテンテン。結構出るね。結構、あれ結構出るね。もうちょっと出ないもんかと思ったけどね。あ、まあ、20メガとか、今18、まあまあ、早いね、早いね。あれこんな早いの？あ、まあいいや。はい、アップ。アップはどうですか？アップ。アップちゃんどうした？はい。アップちゃん。どうしたかな？はい。アップちゃんがね、ちょっと遅いね、これ。1目が出てないんじゃない今。ここまた遅い時間帯なんだろうね。今、まあ、夕方5時でね、測定してるからね。はい。なんと、1目が出なかった。はい。まあ、この速度が出ましたけれどもね。まあ、ダウンロードはまあ、結構早かったんだけど、アップがちょっと遅かったね。はい。じゃあですね、このルーターをスピードアップ。してみましょう。これね、本当に何も設定も何にもしなくていいです。はい。その方法はこちらでございます。はい。その裏技とはどうやるのかと言いますと、とっても簡単でございます。たったこれだけ。窓際にルーターを置く。はい。こうやってね。寝かすよりもね、立てた方がいい感じになると思います。はい。それでですね、まあ、先ほどと全く同じスマートフォン、ASUS のZenfone Max M2 で速度チェックしてみましょう。それでは、あら、どこ、ちょっと待って、滑っちゃう。行くよ。これでいいのかな？スタート！ポチ！じゃんじゃかじゃんじゃんじゃーん。はい。アップロードちょっと早くなりましたね。23。ほら、ちょっとまず早くなったね。先ほど、あ、まあ、ヒューンでしょ？最後のヒューンってやつね。ほら。ほら。アップロード早いでしょ？これですよ、これ。これがすごいの。ピューン14メガ出てますね。ここがミソなんですね。ちょっとね、置き場所を変えるだけで速度が激変するんですよ。はい。なのでね、部屋のなんかこう隅っこ、奥まったところに、まあ地べたで置くよりも、ちょっとね、位置を高くして、窓側にね、置くだけで簡単にスピードアップしちゃうんです。すごいでしょ？はい。まあ、そんな感じでね、このま、ハッピー Wi-Fi さんの、ま、FS030W のプラン、ルーターセットプランのメリット、何かって言ったらね、アップロード速度のダントツの速さ。
これはね、まあ、地べたに置いたらそんな速度出ないんだけど、ちょっと窓際に置くだけで、もうたったこれだけ。これだけで簡単にスピードアップするんですね。で、僕これまでいろんなプラン、契約してきました。でもね、アップロードの速さ、これがダントツに速いです。このね、FS030 は、ま、一つ電池持ちの良さっていうのが、ま、あるんですけれども、まあ、ね、動画投稿とかね、まあ、もしくはなんかこのファイルの、重たいものをこうアップロードするような方が、多いような方は、非常にね、これ通信品質がいいので、おすすめできるんではないかなと思います。もちろん、月額料金もかなりお安い上に、通信品質もいいというところはね、かなり大きなメリットではないかなと思います。はい。皆さんもね、これ FS030 ね、ハッピー Wi-Fi のプラン、持ってたらですね、ぜひこれね、一回お試しください。全然速度違いますから。ね。はい。まあ、てな感じでですね、まあ、今回は、まあ、ハッピー Wi-Fi さんのね、このま、お盆休みの期間を利用して、まあ、割引セールをやってるよという情報。まあ、それからですね、この FS030 のルーターを使うときに、まあ、スピードアップをするね、裏技テクニック。まあ、これをね、動画にしてみました。いかがだったでしょうか。この動画がね、面白いな、役に立ったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。